こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、本日発売のこちらです。ベイブレードバーストアシッドアヌビス YO です。それとですね、こちらも本日発売のパワートリガーです。特に私左手がすごいブレやすいので、改善できるのかどうかっていうのもやってみたいと思います。ちょっと手がボロボロなので手袋をつけます。ちなみにパッケージはこんな感じになっています。まずはレイヤーのアシッドアヌビスです。すごいですね、これはかなり綺麗なレイヤーですね。そして冥界の守護神アヌビスモチーフ、小型で円形な形状が軸のブレにくさを生み、さらに細かい突起がついた下段刃が相手の攻撃を分散させるディフェンス系のデュアルレイヤーだそうです。こちらがシールになります。すごい少ないですね。シールを貼るとこんな感じになります。確かに守護神アヌビスっていう感じというよりはなんかドラゴン。そしてディスクのエールになります。こんな感じになってます。全体の直径を大きくしつつ、外側をフレームのような構造にすることによって遠心力と内重心を両立させた防御系ディスクだそうです。すごい星型で綺麗ですよね。今までにない感じのディスクですね。そしてドライバーは私の好きなオービットです。このくる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 回るのがいいんですよね。ロックの山はこんな感じですね。ではカイザーケルベウスよりは硬いです。硬い、ジェールヨルムンガントよりは硬いです。アタック系まではいかないですけど、ディフェンス系のレイヤーにしては硬い方だと思います。そしてこちらのパワートリガーです。力強く握ることでシュートをパワーアップ。そうですね、自転車のブレーキっすね。ではアシッドアヌビス、エールオービット、そしてパワートリガーの使い心地もちょっと見ながらですね、ゴシッと、おー、すごい安定感ですね。それからですね、ちょっと訳があって今日からスタジアム新品になっています。じゃあちょっと斜めにしてシュートします。ゴシュート、まあそれでもあんまり動かないですね。こう握ってると左手は固定できますが、打った後素早くこっちへ引きたいので、動画撮影にはあんまり向いてないかもしれないですね。ではですね、同じディフェンス系のカイザーケルベウスリミテッドブレスと戦ってみたいと思います。おっしゅ、おー、すごい激しい当たり合いですね。おお、バーストとかいけるんすか、これバーストフィニッシュもいくんすね。おっしゅと、ああすごいか、はい、ゴーシュート。持久力はすごいありそうなんですけど、バーストフィニッシュもいけるんですね。おお、強い。では次はスタミナ系のジェイルヨルムンガンとインフィニティサイクルです。ゴーシュート、で、ゴーシュート、どうでしょうか、いなし対決ですよね。こちらもスタミナはありますからね。おお、勝った、ゴーシュート、ではゴーシュート。さあこれでどうでしょうか。強い。じゃあもうこれですよね、ロストロンギヌスナインスパイラルです。これで倒しに行きます。ゴーシュート、そしてゴーシュート、さあ行け、ぶっ飛ばせぶっ飛ばせ、行け、よっしゃー、すごいロストロンギヌス、これはロストロンギヌスの勝ちだと思うんですけどね、多分。マジっすか、これも低速シュートですよね、もう低速シュートしかないですよね。おっシュート、もう倒しに行きます、低速シュート、ゴーシュート、よっしゃいけー、これはいけるでしょ、
低速シュートの凄さを。これはバーストいっちゃってください、ロストロギルス。あれ、え、強い。じゃあラッシュシュートで、ラッシュシュートでいけばいいのかな。強いんでさっき打ちます。ゴーシュート、あ、入った。これは見事な失敗。ゴーシュート、よし、いけ。これは一緒、よっしゃ、いけ、よっしゃ。これはいったっすよ。これは完全に、これは勝ったでしょ、さすがに勝ったでしょ。これで負けるはずないっすよ、いくらでも負けないっすよ。うせや。やっぱり勝たないと終われないわ。やっぱ倒そう。一回だけでも倒したいんで、次はこのゼノエクスカリバーマグナムインパクト。これでもちょっと押し出してオーバーフィニッシュ狙っていきたいと思います。勝たずに終わるのは嫌なので勝ちに行きます。はい、おーシュート。ではラッシュシュートで、えい、これでいったでしょ。いけいけ、よし、いけ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 、あれ、よっしゃあ、これで終われる。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのアシットアヌビス YO とこちらのパワートリガーを紹介してみました。このパワートリガー、確かに左手を止めるのにはかなり役立つんじゃないかなと。動画撮影以外ならこれは使っていきたいと思います。アシットアヌビスなんですが、これは率直に相当強いんじゃないかなと。またですね、ダークデスサイザーとかギガントガイアとか強いベイトやってみたいと思います。ありがとうございました。